こんにちは、榎本美沙です。今日はタピオカの茹で方をご紹介します。タピオカは普通に茹でると 1,2 時間くらい茹でないといけないんですけれども、あるコツを使えば数分で茹で上げることができます。ぜひタピオカもちもちして美味しいので、自宅でも楽しんでいただけたらと思います。材料になります。こちら乾燥のブラックタピオカになります。乾燥しているとこんなに小さくてですね、こんなに硬いものになっていますが、これを茹でていきます。はい、ではタピオカをまず水につけていきます。これくらいたっぷりの水につけるんですけれども、それで一晩つけていきます。こちらが一晩つけたものになります。一晩つけることによってタピオカが水分を吸収して、茹で時間が大幅に短縮されます。では一晩つけたタピオカの水を切っていきます。この水は茹でるのに使っていくので、そのまま置いておきます。ではですね、先ほどタピオカをつけていた水でタピオカを茹でていきたいと思います。まずこちらを火にかけていきます。蓋をして煮立つまで待っていきます。ではですね、このように沸いてきましたので、こちらにタピオカを入れていきます。こちらで5分間茹でていきます。では茹で上がりましたので、こちらを冷水に入れていきます。水道水で大丈夫です。では、冷水に沿ったタピオカはぬめりをこのように洗い流します。こちらは本当はシンクでやっていただいた方が楽かなと思います。ぬめりが取れたらザルに上げていきます。はい、こちらで茹で上がりです。はい、タピオカの茹で方いかがでしたか？手軽にタピオカを茹でられたら、デザートに添えたりとか、あと定番ですけれどもミルクティーに入れたりして楽しんでいただけたらと思います。これからこのタピオカを使ったほうじ茶ラテの作り方もご紹介していく予定ですので、合わせてご覧いただけたらと思います。これからもいろいろな料理を紹介していきますので、ご興味ある方はチャンネル登録をお願いいたします。